朝からナンバープレートのついていないスクーターが前を走っていました。どうも、ケンジでございます。びっくりしたんですよ。3号線走ってたらね、まあ、前にスクーターが走ってたんですよ。で、私、左折したいんで、まあ、左車線にいたんですよ。まあ、3車線あって。で、まあ、隣の車線とかも、まあ、車、まあ、一定間隔で来てたんで、まあ、越すに越せずに、まあ、そのスクーターの後ろをね、ずっと走りながら、45キロぐらいでこう、ずっと走りながら、ついていくような感じでね、ずーっと走ってたんです。そしてね、なんか違和感があるなーと思ってずーっと見てたんですよ。なんだろうなーと思ったらナンバープレートついてないんで。みたいな感じでね、黒いスクーターでしたけれども。まあ皆さん、ナンバープレートいじるのはね、違反ですのでお気をつけくださいね。はい。まあそんな話じゃないんです。そんな話じゃないんです、今日は。ロマサガ RS、ロマンシングアワードっていう今イベントが行われておりまして、で、まあ、ちょっと新たな試みって言いますかね、行われておりまして、まあそこでね、出てくる敵を倒すとアイテムがいろいろもらえたりするんですけれども、それと、で、まあその中にね、ブーケ、ね、あのブーケトスとかのあのブーケですよ。お花の束のね。あれを手に入れるっていうのがあって、それを貯めて、アイテムと交換できますよ、みたいな。自分の欲しいアイテムがこうね、この中から選べますよ、みたいなのがあるんですけれども、で、そのブーケ獲得数を上げるためのランク上げみたいなのができるようになっていて、1から7まであって、1から2に上げるにはこんだけあったら上げれますよ、みたいな。で、2から3には、ってこうあって、最後6から7に上げるのに40万ブーケいるんだったかな。あ、まあそんな感じで、必要なんですよ。で、まあ上げるとそれは使っちゃうんでなくなるんですけれども、で、最大でランク7まで。で、ランク7まで上がると、1回の戦いで150ブーケもらえるようになるんですね。で、6だと90とかってなるんですけれども、で、それを、まあ、今、記憶再生っていうのがあるので、時間経過で、バックグラウンドで、ずっと再生繰り返してくれるっていう風な機能を使ってやると、で、まあ、何秒で倒せるかにね、よるんで、1日24時間で何回戦えるかっていうのを計算して、かける、90だったら何十万だなとか、例えば、だいたい25万とかで、ランク7まで上げて150個にすると40何万とか手に入ったりするんですよね。で、残り3日間とかに今なってるんで、それだと、まあ、1回の戦いで90しかもらえない状態で24時間を3日間ってなると、まあ、70何万とか、まあ、そんぐらいの計算になるわけですよね。ね、一回で150個もらえるのを、24時間続けるのを3日間やると、だいたい100万以上、ブーケが手に入るんですよね。なので、まだやっぱりランク7まで上げれるなら上げた方がお得だよっていうのがあるんですよね。うん。ただ、この数っていうのも、まあ、残り日数がどんだけあるかとか、自分がこの1回の戦いに何秒で終わらすことができるかとかね。で、丸1日で何千回戦うことができるか。例えば2700回ぐらい戦えるのか、2000回ぐらいしか戦えないのか、ね。そういう風なところで計算をしていくと、まあ、ランク7まで上げるより6のままでいった方がいいかとかね。まあ、6から7に上げるのに40万必要ですから、40万を、ランク上げるのに使うよりかは、その40万をアイテムに変えちゃおうっていう風な方がね、いいかもしんないっていう場合もあると思うので、そこはまあ、ざっと自分なりに計算をしてもらってね。まあ、いろんな方がなんか表を作ってますよ。今、X で、ロマンシングアワードとかで検索してもらうと、おそらくいろんな表とか、まあ、YouTube にも上げておられる方いるかもしれないけど、まあ、この条件で、ここまで上げて何日戦うと、どんぐらい手に入りますよと、1回の戦いが何秒ぐらいだったら、何個ぐらい手に入りますよっていうのを計算した表を作ってね、
くれてる方とかいるんで、まあ、それを見てもらったりしてもいいかもしれませんし、まあ、そんなに難しい計算じゃないんで、自分でざーっと計算すればいい話ではあるんですけど。で、それをやると、まあ、私的には7まで上げられそうだったんでね、まあ、7まで上げて、今ずーっと繰り返してるところではあるんですけれども、じゃあ、誰でやると早く、ね、倒せるよっていう話なんですよ。で、まあ、5、6、7あたりになると、スライムが敵なんですよね。で、そうすると、まあ、術系、がダメージが当たりやすい。ザンダー、トツーとかだと、まあ、ダメージがちょっと下がる。ね、っていう風なことになっているんで、まあ、できれば術系とかがいいな。もしくは、その属性付きのもの。がいいとされている。で、その中でも雷属性っていうのがついてる方が、まあダメージが大きくなるよっていう風なのがあるので、まあ雷攻撃とかね、雷の術なんかが、効果的だろうというところまで今来てるわけですね。で、それで、スタイルを層としてみると、今おすすめで、まあみんなが挙げてるのがバルテルミーのね、とか、神ですね。この辺が、おすすめですよっていう風なのを挙げてる方が結構いる。あれは佐賀県コラボの時だったっけ？自転車に乗ってる、あの、ガタリンピックかな？あの、自転車に乗ってる、神のやつだったりとか。で、バルテルミーもね、あのスタイル私持ってないんですよね。なんですけれども、まあ、その辺使うと、14秒とか、15秒とか、ね、プラス13秒なんで、まあ、27秒とか28秒、1回の戦い。なので、まあ、1分間に2回は戦えるなと。ね、で、1時間で、120戦の24時間でね、計算すると、1日で280銭ぐらいかなできるっていう風な計算になると思うんですよね。なので、かけるの、150とか90とかっていう風な感じで、ブーケの数計算できるようになるわけなんですけれども、じゃあ私そのスタイルもっとなんとかね、いう状況なんで、誰だったら早いかなーっていろいろ試してたんです。でずっと試してたところを、ハリードが、まあ、雷属性、ね、残攻撃なんだけど、雷属性ついている攻撃があるので、で、それで、雷光十文字っていうね、縦横をね、こう切るような技があるんですけど、これが良さそうだと。で、これだけだと、ステータスしっかり上げててもダメージがちょっと足りんと。なので、まあ、他のパーティー、まあ、他のスタイルのバフですね。攻撃力とか腕力とか、モラルアップとかそういう風な、バフのかかる、スタイルとかをいろいろ組んだりとか、ね、して攻撃力、まあ、その辺を組んでダメージが上がるような感じでいろいろ試してたんです。この前ね、そしたら、昨日ですよ。昨日たまたま、ジュエルが3000溜まったんで、レオンガチャ引いたらレオン引けたんですよ。新しいレオン。うん。で、レオン入れると、まあ、攻撃力アップのバフがかかるので、それを入れると、倒せる、ダメージ量まで上がったので、で、今の敵が42万何千、42万9千とかだったかな。まあ、43万近く、ダメージを与えると倒せるんで、まあ、で、縦横切るんで、1回の攻撃で22万ぐらい。21万何千とか22万ぐらいダメージが与えられると倒せるんですよね。で、それを1戦目、2戦目でやるんで、わけなんですけれども、それで、いけるように組もうとしたら、そのハリードとレオン、新しいレオン
の組み合わせ。まあ、あとは、適当なメンバーでいいんですね。それで組んでみました。こんな感じで組んでみました。で、一番この記憶再生で大事になるのは、バフがかかるときとかに、こう、表示がぴょんぴょんってこう出てきますよね。BP 回復とか、HP 回復とか、ね。攻撃力アップとか、防御力アップとか、こう、いろいろバフがね、こう表示されるんですよ。あれが出ると、時間のロスが多いので、できればあれがないメンバーで組めるのが一番早いんですよね。で、ダメージ量もしっかりやって、一撃で倒せる、やつでいくと、10秒切れたりとかね、してくるわけなんですけれども、まあ、どうしてもレオン使うと、バフがかかるので、そこの表示が出るは出るんですけれども、一応この組み合わせだと17秒までいけました。17秒プラス13なんで、まあ、30秒ですね。なので、まあ、なんとか1分間で2回戦えるところまでは持っていけたというふうな計算になります。いやー、苦労しました。どのメンバーで行くのがいいかっていうのをね、考えるの。まあ、これが楽しいんですけどね。で、これで記憶再生ずーっと回してる間に、幻灯場、ね、やってます。はい。で、討伐のところ行ったり、あと、螺旋回廊も260回突破しました。レオン仲間入ったんで、レオン入れてみたら意外といけましたね。新しいレオンがね、仲間になったんで、レオンを入れてみたらいけました。うん。螺旋回廊は19日で締め。で、20日になったら、もう一度リセットされて、そこでアイテムが手に入ったり、ジュエルが手に入ったりするので。なので、螺旋回廊は、ぜひね、ちょっとでも進めておきましょう。で、幻灯場なんかも今進めてますけどね、毎日ちょこっとずつやってるんですよ。幻灯場もね、なかなか考えるの苦労するんですよ。どれで行こうかなとか、どんな感じで行こうかなって、どんな戦い方で行こうかなって考えてたら結構苦労するんで、まあ頭を悩ませるわけですけれども、そこでまあいろいろやりながら、あ、これで行こうって決めて、それで行って、で、戦い方も、ああ、こういう風なのを繰り返せば行けるなとかね。だったらね、全力応答自動再生でも倒せるなとかね。なんかそういうのがいろいろ見っかったりして楽しいんですけれどもね。まあ、いかんせん頭使うんで、疲れるんでね、まあ、毎日1回とか2回とか戦ったりとかして。今、マックスで2万7000点までいけるのかな？それぞれ2700点の10種類の2万7000点かな？っていうところが今の最大のところだったはずですけれども、今2万4000何歩かまで来てます。2700点取れてる武器種も3つ4つぐらいあったかな。なのでまあコンスタントにね、来ております。まあ月末までになんとかもうちょっと上げて、できるだけ多くポイントをね、年明けにもらいたいなというところでありますが、でまあこの後はね、クリスマスガチャも来るでしょう、金河新年ガチャも来るでしょうから、あとはあれですよ。過去のスタイル、選べるスタイルチケットとかがね、出てくれたらいいんだけどなぁ、なんて思いながら。できればね、3体分ぐらいもらえたら嬉しいですけどね。まあ、せめて1体分でもいいんで、なんか選べるチケット出ないかなぁ、なんていう風な感じもしてるんですけれども、楽しみですね。だいたいクリスマスガチャとか、金河新年、お正月ガチャとか、結構強いスタイル出るんでね。残りはちょっとジュエル溜め込んどこうかな、少しでも多くね溜め込んどこうかなというふうな感じで考えてはいるんですけれど、ということで、今回はロマンシングアワードでね、まあなんとかランク7まで上げて17秒ね、プラス13秒の30秒で1回戦えるっていうふうなところまで、なんとか詰めたというお話でございました。まあできる限りね、まあ、ガチャしっかり引いてね、スタイル手に入れてる方だったら、バルテルミとか神使うと、14秒とかでいけるとかいう話がね、14秒プラス13の27秒ぐらいでいけるっていう話がありますので、
ぜひその辺試してみてください。X の方とかでロマンシングアワードって検索すると出てくると思います。ということで、今回は以上でございます。また別の動画でお会いいたしましょう。それでは。